リズ・マクマホンとして知られるエリザベース・マクマホンは、アメリカ合衆国のバレーボール選手である。ドイツ・ブンデスリーガのドレスナー・エース・シーに所属している。イリノイ州デューペイジ軍、キャロル・ストリーム生まれ。中学3年からバレーボールを始め、オハイオ州、ラコダ西高校で、本格的な競技者キャリアに入った。2010年にナショナルジュニアチームのメンバーに選出され、ノルドカジュニア選手権で、 金メダルを獲得した。同年の第1回ユースオリンピックバレーボール競技にも出場し銀メダルを獲得している。高校卒業後はイリノイ大学アーバナシャンペーン校に進学しフレッシュマンであった2011年には NCWA 女子バレーボール選手権のファイナリストとなった。2015年からはプロ選手となりプエルトリコ女子 スーパーリーガのバレンシャナズでジャンコスと契約した。同年5月2日に韓国バレーボール連盟がカリフォルニア州アナハイムで実施したトライアウトに合格し、指名を受けたアイビック企業銀行アルトスに移籍した。2015-16シーズンの V リーグにおいてアイビック企業銀行の主位進出の立役者となり、第4ラウンド MVP 及び第5ラウンド MVP に輝いた。 2016-17シーズンはドイツブンデスリーガのドレスナー SC に移籍した。ありがとうございます。